ちょっと自分の中で見たんですけど、このね、最近の機械もね、やってみないと分かんないんでね、でいろいろやってたんですけど、なかなかね、日曜日に1時間か2時間ぐらいしたらそういうことはできませんけどね。今日もね、ちょっと昼間ね、まあ健康のためって言っちゃおかしいんですが、歩きに出ましてね、10キロぐらい歩いたんですけど、ね、そうやってちょっと寒かったんですけどね、帰り足にはもう、時間食ってしょうがないっていうのもです、ちょっと3分経ってるのかな、ちょっと待ってね、放送できるのかな、3年が経つのはね、別なんですよ、これっていうのかな、あ、これでいいんだ、ごめんなさいね、ちょっと変な電波出しちゃって申し訳ない、なんだろう、ちょっとおかしいのかな、ガスストーブだよ、やっぱりガスストーブがね、ガンガンやってます、申し訳ないと思います。寒いんですよ今日ね、外灯がね今5度ぐらいでしょう、そうですね、その程度だと思うんですけども、明日のね日中もだいぶいつもよりは下がってるじゃないですか、今日はね9度ぐらいだったような感じしますけどね、9度か10度ぐらいですね、ちょっと東京寒いです。なんか2、3日寒いって言ってましたからね。水曜か木曜日ごろに、なんか小春日和だって言ってますんでね、また桜の季節に入っちゃったな、なんて、ね、やるんですけども。